で、僕、ちなみにご存知のように、プロのカウンセラーであり、プロのコーチでもあるわけなんですけど、世界ナンバーワンコーチと言われてる人が、います、アメリカに。その人の名前をアンソニー・ロビンズ。聞いたことぐらいあるかもしれないですけど、もうクライアントはね、ダイアナ元王妃とか、クリントン元大統領とか、マザー・テレサとかがクライアントっていう。そんな人のこうコーチングとかちょっと受けてみたいじゃないですか。で、リュウが例えば、じゃあちょっと俺も一回ね、もうまさずブレイクしたいから、アンソニーに一回ちょっとこう、コーチングお願いしたいなって申し込むと、じゃあね、月に一回30分だけ電話しましょう。電話でこう、コーチングしますから、って。で、それ半年間契約です。うん、月に1回30分。うん、トータルで180分だけか。の電話でやり取りしましょう。うん。値段いくらだと思う？あ、いいね。1000万。あ、いいね。2億円です。ちょっと値上がりしたそうです。ちょっと前まで1億円でしたけど。うん。で、しかももうそんな、クライアントもう受け付けてないんだけど、あの人も忙しいから。っていう、そんなスーパースーパーコーチがいるわけですよね。うん。で、そんなアンソニーさんが、いわゆる話し方の学校でいうとこのマインド。まさに、生き方だったり、あり方だったりを整えるには、この3つしかないって言ってる法則があるんですよ。聞きたい？これちょっと、彼のセミナー超高いよ、本当に。もうオーストラリアとかで受けると、えらい値段かかるんだけど、もうそれそのままちょっと言っちゃうと、3つあるんだと。それは、彼で言うとね、輪っかで説明するんですけど、まず、フィジカル。ああ、ジム。よく言うか。フィジカル。体。要は体と心ってやっぱ連動してるので、例えば皆さんね、落ち込む出来事があったら必ずこうなってるはずなんです。嫌なことあった時に、思わずこうなっちゃった人いないんですよ。思わずこうなるんですよ。体と心って連動してるものなんで、この体を意識的にいかにプラスに使っていくか。うん。この体勢で落ち込めないんですよ。皆さん思いっきりにーって言われてみて、にー、そのままで人生に絶望してみて。無理でしょ？練習しないと無理なんですよ、これ。そう。なので、体をできるだけちゃんとプラスの使い方をしよう。だからね、アンソニーのあの、テッドとかあるんですけど、やっぱりアメリカなプレゼンテーションでもあるので、めちゃくちゃダイナミックですよ。身長も2メートルぐらいあるんだけど、もうほんとこんな感じ。Now, I am a voice! みたいな、こういう喋り方ですよ。そうそうそう、こういうプレゼンテーションですよね。で、まず体の使い方をどうしていくかってことと、あとね、これなんです。ランゲージ。言葉。言葉を日々、やっぱ言葉の持つエネルギーってすごいわけですよね。アメリカのある心理学者さんがこんな実験をしてみたんですって。体と言葉ってそんなに影響あるか？って心にそんな影響するのか？と思ったらしくて。で、この心理学者さんはポケットに手突っ込んで、下向いてため息つきながら、はあ、最悪だ。はあ、最悪だ。っていうのを続けてみたんですって。本当かなと思って、やってみたら何が起こったかっていうと、この人は2ヶ月で鬱になって、治すのに2年かかったそうです。本当にそういう実験があるぐらい、やっぱね、体と言葉、体とか言葉って、私たちの意識に強烈に影響するってことなんですね。皆さんでもイメージは湧きますよね。なんとなく今日からね、毎日マイナスの言葉ばっか使って生きるのと、毎日プラスの言葉ばっか使って生きるのと、どっちがいい人生になりそうって考えたら、そりゃいい言葉だろうなってのは、なんとなくわかりますよね。同じ人生にはならないだろうなって。毎日何腹立つムカつくしね。腹立つムカつくしねとか言って生きるのと、毎日そう、ありがとうついてる、愛してます。ありがとうついてる、愛してますって。全然違う人生になりますよ、そりゃ。そういうことですよね。感覚ではわかると思うんです。だから言葉ってやっぱり大事にしようって、すごくね、私たちが思ってる以上に言葉って影響を受けてるので、あの余談ですけど、私も2008年っていうね、11年前に、丸1年間一言のマイナスの言葉も使わなかったら、一体何が起こってしまうんだろうっていう、自分に人体実験やったことあるんで、一言も言わなかったんですよ。で、年間多分で数百万回単位でプラスの言葉を言い続けてみた。やってみたって感じだから、YouTuber みたいに。
本当に人生変わったんで、僕で言うと本当に表情変わったって言われたし、なんかこう、いい出会いが増えていくし、やっぱり自分の状態が変わってますから、やっぱり言葉によって自分がいい状態になってエネルギー変わってるんで、いい人ばっかり出会って、表情変わったねって言われて、でなんかみんながこうチャンスをいろいろくれて、なんか金回りまで良くなってみたいなことが本当に起こってたんで、言葉ってこういうことかと、昔から言われてるように言葉ってそういうことだったんだっていうのを本当に実感してます。うん、僕、明日死ぬとしたら、言葉の大切さ伝えて死んでいきたいって思うぐらい、本当に大事だと思ってるんですね。で、これは、アンソニーさんもそう言ってるということですよね。結論から言うと、日本語って、やっぱ地球上でね、一番エネルギーの高い言葉だって、外国人が言ってます。これ詳しく言うと、本当にちょっとセミナーになっちゃってあれなんだけど、そう、あのね、言葉によって人を治療するっていう、ハワイにはね、3000年の昔から文化があったんですね。で、この治療法を現代に伝えてる心理学者が、ハワイ人のね、人がいるで、その人はもともとハワイ語で伝わってきて、今は英語のね、言葉を使って相手のね、この体を治してあげたり、心を治してあげたりっていう手法なんですけど、この人が言ってるんです。ヒューレン博士って言うんですけど、なんかね、ハワイ語でやるより、英語でやるより、日本語でやった方が効くんだよねって。だからその人最近ね、日本語でやってるんですよ。そのぐらいでやっぱ大和言葉って、一音一音にこうエネルギーと祈りがこもってる言葉だ、とも言われてるので、だからその、言葉の研究者の中で、レベル、エネルギーが一番高いのは日本語。その中でも最強の言葉が二つ。ありがとうと愛してますだって。すごいね。この言葉が最強だって、その人は言ってました。うん。これなかなかね、科学で証明できる世界でもないんでしょうけど、そういうことをね、言ってるぐらい、やっぱりね、言葉にはエネルギーが宿るっていうことですよね。僕の学校ユニバーとかだとね、そういうちょっと体感ワークとかしてもらうんですけど、で、三つ目が、フィジカル。あ、フィジカル、ごめん。フォーカス。フィが一緒だったの間違えた。フォーカス。ごめんね、みんな、かっかちましたね。フォーカスって何かっていうと、意識。つまり、意識をどこに向けるか。うん。要は簡単な話、嫌なことがあっても、腹立つわーってとこに意識が行くのか、ここから何が学べるだろうってとこに意識が行くのかで、人生全く変わってきますよね。うん。今日でも、まあ、例えばですけど、そんな人いないと思うけど、なんかな、今日、こう、もう決められた日程やから、とりあえずもう行かなしゃあないか、と思って、だるいな、別にヒロさんの顔も見たいわけじゃないけど、と思ってくるのが、今日、一個でも多く、何学んだろうかな、という意識で行くのとね、そら人生違うわ、っていう話ですよね。そう、まさに、アンソニーさんは、フィジカルとランゲージとフォーカスね、体と言葉と心を、どう使いこなすかが、あなたの人生を決める。だから今日からは意識的にちょっと前向きな体の使い方をし、意識的にいい言葉の使い方をし、意識的に心をいい解釈できるように使っていこう。ということをずっと伝えてる人なんですね。ちなみに今日ってここ大阪？大阪だよね。もう俺今日今どこにいるかもう。なんかね、一瞬東京じゃねえよなと思って、もうなんか毎日いろんなとこにいるもんで、二日前ぐらいまで福岡にいましたし、あの、大阪というか関西地方に、こんな場所がありますね。皆さん行かれたことあります？高野山。おー、さすがですね。高野山で一番偉い人って誰ですか？高野山には、誰がいるんですか、あそこ。伊勢神宮で言ったら天照大神じゃないですか。高野山には、どなたが祀られてるんですか？弘法大師。通称、そう、弘法大師様。生きてた頃の名前は？空海さんです。そう、弘法大師空海さんですよね。うん、誰やねん、それっていう人いる。うん、なんとなく名前ぐらい聞いたことあるんですよね。そう、弘法大師空海さん。空海さんって、実は今でも生きてるんです。っていう、これ言うとちょっとマジで怒られないけど、っていう設定なんです。空海さんってね、亡くなるときに洞窟の奥にね、消えていったんです。いや、もういよいよ寿命が来て、で、僕はこの洞窟の奥で、いつまでも未来永劫、みんなの幸せを祈り続けてるからねって言って、
その奥に入っていかれて、おそらく。で、今でも多分ね、ミイラ化してそこに空海さんいるんでしょうけど、今でもそのね、祠の前には、毎日のようにご飯が祀られて、毎日お線香をあげてってことをやりますだから。毎日そこで感謝の祈りを捧げるってことをお坊さんたちがやってるんですね。まあそういうのが、まさに空海さんの、世界観なんですけど、で、高野山ではそれが大切にされてるってことですよね。で、高野山に行くと、そんな天才空海さん、もう現代で言ったら何、レオナルド・ダ・ヴィンチもびっくりっていうぐらいの超超超超超天才だったわけですけど、その空海さんの真髄、空海さんが伝えたかったことはただ一つこれだっていうのがね、高野山に行くと額にかかってるんですよ。ある漢字5文字で。それ何かっていうとね、空海さんこういう言葉を残したんです。すべての人が幸せになる方法はこれしかないって言って、こういうね、額がかかってます。ああ、本当は逆から読むんだよね。真空一致って書いてあるんだけど、こうやって書いてあるんですよ。真空一致。この単語聞いたことぐらいあります？真空一致。これが空海さんが残した伝説の言葉です。すべての人がこれで幸せになる。これで世界が変わる。これで平和が作られる。何残っちゃうでしょ。ご覧くださいね、皆さん。よく見てよ、よく見てよ。フィジカル、ランゲージ、フォーカスなんですよ。すごない。これは、アンソニー・ロビンさんという、現代の大成功者が言ってる言葉で、それがちょっとブームにもなって、ね、日本でもそうやって知って、このフィジカルランゲージフォーカスをどう使おうかって勉強してる人いるわけですけど、何のことはない。日本人、1200年前から知ってたってことです。そう。別に、アンソニーさんが作ったのじゃなくて、そういうね、人類の英知を知ってる人は、ちゃんと気づいてたってことです。真空一致。これを一致させることが、人生をダイナミックに変えていく。で、すごくわかりやすく言うと、どういうことかっていうと、心とは、すごい簡単に言うね。体の使い方ももちろんそうなんですけど、簡単に言います。行動癖です。行動癖のことです。体って。ね、毎日毎日なんかこう、例えば朝起きた時、だらっと起きてしまう。眠いなぁ。そういう癖がついてる人は、そういう人生になる。そういうことですよね。いつもなんかこう、下向いて歩く癖がある。ため息癖がある。舌打ち癖がある。そういう人は、そういう人生になるよってことです。一致するんだもんだって。これ怖いね。あと、口とは、まさに、読んで字のごとく、口癖です。いつも、いいね最高大好き愛してるって言うのが口癖になってる人と、は？意味わからんし。いや、ちょっと何言ってるかわかんない。いや、俺それ、嫌だ。腹立つわ。ガツくわ。なんなんだよっていう癖がついてる人と、全然違う人生になりますよね。そう。癖って怖いんですよ。思わず言っちゃうから。意識的にプラスにしようって普段は思ってんだけど、カモさんが言うところで、有意識ですよね。意識は思ってんだけど、無意識に言っちゃうんですよ。立つなぁって。それをできるだけ言わない自分になれるかどうか。人生って口癖通りに本当になるらしいですよ。だって言ってるもんね、1200年前から。怖いね。で、意図はまさに心の癖です。すぐネガティブに捉える。すぐ自分のことばっかり。すぐ自分に矢印が。そういう人は、やっぱり一致するんで、そういう人生になるよって話です。ですよね。怖いね。だから今日から皆さんは、どんな行動癖をやっぱり意識的につけていくか、どんな口癖を意識的に使うか、どんなことがあってもね、仕事を24時間一生懸命生きてたら仕事とかでも嫌なこといっぱいあると思うんですけど、そんな時こそ、どんな行動を取れたり、どんな口癖を取れたり、どんな心の癖を取ることが、選択することができるかどうか。思わずやっちゃうじゃないですか。
なんか、例えば腹の立つ上司とかに理不尽なこと言われたりすると、お前ちょっと、外でやれやみたいなこと言われると、で、そんな言い方すんだよ、腹立つな、朝っぱらから何なんだよって、思っちゃうときに、ちょっと意識的に修正できるから。あれ、朝から上司に応援されちゃった。今日も売り上げ上げちゃうぞって、自分で解釈できるから。ね、こうやってみんなで楽しくやってるときは、いい感じでいけるじゃないですか。だから、ここではもう、ますますね、行動癖、口癖、心の癖をドライブかける場所です、ここは。もう、いいね、いいね、いいね、ありがとう、最高、もう愛してる、もう、部中みたいな、もうそういうことを、もうどんどんやればよくて、その回ったドライブで、どんだけ日常生きられるかどうか。楽しかったの学校で学んだ、例えばユニバーで学んだ、ガーってこの回転してますから、これを日常で、でもね、このドライブがだん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 こう弱ってくるところがあるんで、そんな時こそ自分で意識的にこれを、どう作ることができる。一致するんですね、人間って。で、皆さん、引き寄せの法則とかで聞いたことあります？なんかね、いい言葉使ってるといいことが起こるとか、意識を変えるといいことが起こるとか、いろんな法則があるんですけど、あれって、いい言葉だけ使ってたら、いいことが起こるわけじゃありません。日々一致していくと、不思議といい出会いや、いい引き寄せが起こるわけです。すごい言葉があって、人間は使った言葉を引き寄せるんじゃない。使った意識を引き寄せるんじゃない。自分と同じものを引き寄せる。マキちゃんが YouTube で痺れてくれたんだけどね、そうだよね。そう。一致していくと、そこと自分と同じように人生が現実化していくってことです。悪い言葉使って悪い行動して悪い心の癖してる人はきっとそういう人生をちょっとずつなってくるし、ちょっとマイナス使っちゃったってペロッつって、んでそっからまたプラスの癖を意識していく、そういう自分になっていくと確実にいい自分になれるし、まさにそのそんないい自分というマインドの上にもっといいスピーチもできるようになっていくんだろうなって話です。ここは技術を学ぶ場所だからこそ、ぜひともね、もう一度、毎日の行動癖、口癖、心の癖も意識しながら、日々マインド磨いていこうね、っていうことでした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録していただくと、日本を元気にしたい、日本中復活したいっていうね、私のメッセージがまた日本全国に届いていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。